タンピコ橋は、メキシコのメキシコ湾に近いタマウリパス州タンピコのパヌコ川に架か,かる自動車用シャバリ橋である。橋は1988年に開通し、メキシコのエンジニアカンパニーであるコミックのマデスとアーミーホによって設計された。メキシコ湾で発生するハリケーンにも耐えうる設計である。橋はタマウリパス州とベラクルス州を結んでいる。橋では、 直行違法性のスチールデッキ量が長さ360メートルのメインスパンを有する中央部分に使用されており残りのスパンにはプレストレストコンクリートの量が使われているこのスチールとコンクリートのデッキ張りはどちらも同じ外付けの形状であるこの構造の原理は後にフランスのノルマンディ橋にも使用されているハリケーンによる暴風の中での橋の動きの分析によって 橋の構造が改正されており、橋にかかる負担をコントロールできる形状になっている。これはフランスのスキャナーというコンピュータプログラムを使ってサーガラーグのアラン・ショーバンが生み出した。ありがとうございます。